スカルとクエストとボーリックの RS チャンネル。皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスピースやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、今日なんですけれども、3時かなタイミングで、契約書がね3つ、ゴールドと自チーム A とあと S ランク 30% の契約書、こちらの方が届きまして、キャンペーンの分かな、はい、ちょっとそちらをね開けていきたいというのと、あとちょっとね悲しいんですけど、左上の方見ていただいたら分かると思うんですが、はい、私あの覇王から押しております。ちょっとね覇王のキープができなかったということなんですけれども、結構ねリーグオーダーとしてはだいぶ、まあ、手を加えて変更しているので、まぁ、ちょっとここで改めてね、あの、リーグオーダーの方を紹介していきたいかなというふうに思っております。それではね、まずあの、契約書の方、引いていきたいと思いますので、プレゼントボックスの方に行ってみましょう。こちらですね、ツイッターキャンペーンの分で、まぁ、3つ契約書が届いております。まぁね、まぁ、ちょっと、どこに、あ、語ることもないって言おうとしたんですけど、自チームはね、もう、オリックスで、ちょっと引こうと思います。山本投手、山岡投手、あと吉田選手、こちらのね3名の称号をちょっと付け直したいなと。今みんなついてるんですけど、まあ、ちょっと狙いの称号は今ちょっと誰一人ついてない状態なので、まあ、ちょっとここらでもう一回、A ランク引いて、で、まあ、ちょっと称号を改めて付けていきたいと思っております。この 30% もね、ぜひ引きたいところなんで、よろしくお願いします。最近ね、割とこう、家でダラダラ撮ってることが多いんでね、こういう風に、やたらと通信が長かったりするんですけど、はい。それでは行きます。今日は久々にね、ちょっと演出、しっかり見ていきましょうか。最近ちょっとスキップしてばっかりなんでね、作業感がどうしても出てしまうんで。と思ったら最後まで、あれ、そっか、確定じゃないもんな。そら最後まで見なあかんわよって話ですよね。はい、榊原投手ということで、まあ博打ですね。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、リーグオーダーの画面の方にやってきたんですけれども、前に紹介した時とはだいぶまあ変わってるかなと思います。まあ、ざっと見て、変わったかなっていうところで言ったら、キャッチャー、小林選手入れて、まあ、あの、まだ特訓も5やし、限界突破もね、2個しか進んでないんですけど、サプライズもね、この間やっとつけました。ただ、まあ、その小林選手を、まあ、スタメンというか、キャッチャーで使ってるっていう理由が、守備適性がね、B なんですよ。小林選手。で、僕他の選手も、このセンターライン、センターとあとセカンドショート。こちらも守備的で B 以上なんで、この鉄壁センターラインっていうコンボがね、一応まあ出るんで、まあスタメンはちょっと森選手じゃなくてまあ小林選手にしてます。あと小林選手ミート型なんでね、まああの、ギリギリオーダーに入れても使える範囲かなと思って、まあ入れております。で、あとセカンドですよね。セカンドが、今中村翔吾選手になってます。前まで多分山田選手やったんですけど、まあ去年のシーズンということもあって、まあスピリッツがね、だいぶ低かったんで、まあちょっとあとロッテ枠を、まあちょっとある程度フリーにしたいなっていうこともあって、まあずっと中継ぎで石川投手入れてたんですけど、結構ね、球威型でもなくて、まあ結構しんどかったんでね、まあちょっとここで中村選手入れて、で、まあ、ロッテ枠のクリアと、あと、まあ、セカンドのスピリッツ上げということで、まあ、採用してるという形ですね。あとは、あと、掛布選手を抜いて、福留選手、入れました。エキサイティングプレイヤーでね、引いたんで、まあ、ここはもう極みにして、まあ、3400のスピリッツがあるんで、まあ、掛布選手よりも200高いんでね、で、まあ、こちらを採用して使ってます、ぐらいかな。うん。あと今ね、ちょっと野手で言うたら、ライトのね、鈴木誠也選手、
ここをね、まあちょっと新しいシーズン引いて強化したいなっていうのと、あとサードですよね。僕は柳田選手狙ってる時にバチバチ増田選手来てたんですけど、今になって全力で残しとけばよかったなって思ってるんですけどね。まあ言っても始まらないんでこのまま行きますが、はい、ちょっとサードもね、今ちょっとタイムスリップとかでね、いい選手来たらちょっと変えようかなってちょっと迷ってるところではあります。はい、続いて投手ですね。投手は結構ガラッと変わったかな。まあ大きいところで言ったらこちらの松井裕樹投手ですね。この間のエキサイティングプレイヤーで30連で出てきてくれたんですけど、まあね、9位 A で、まあ、先発と抑えがいけて、で、まあ、長後までいけば中継ぎもいけるんですけど、で、まあ、9位型9位 A ということで、まあ、孫チャーホー選手と、まあ、綺麗に入れ替えをすることができました。で、あと、大瀬良投手、極みになって、まあ、ベンチでですけど、まあ、入れて、あと、エキサイティングプレイヤーのね、第2弾の60連目で手に入れた菅野投手、こちらをね、まあ、今入れて、使っているところでございます。菅野投手もね、大瀬良投手もね、まあ、ちょっとできれば9位型にしたいんですけど、まあなかなか称号用のね A というのをまだゲットできてないんで、まあ、ちょっとその辺はお預け食らってる状態なんですけど、まあ、現状こういう形でやってます。一応まあこれでね、9位型8人とあと9位 A が8人っていうコンボはね、一応狙えてるので、出てるので、まあ、現状、カツカツですけど、なんとかやっていけてる状態ですかね。あとは、ここですよね。今永投手がね、欲しいですね。今年のやつ。一応今永投手今年のやつ引いて、で、まあ、継承して使っていったら、スタミナがね、今シーズンから A なんでね、今永投手。このスタミナ A8 人のコンボも、この山本選手次第ですけど、まあ、狙っていけるので、まあ、そこはね、ちょっと欲しいかなと思ってます。あと、岡田投手がね、ちょっと当落線上にいるっちゃいるんですけど、ただ僕の中日枠なんですよね。結構貴重な中日枠なんで、そんなに抜けへんかなっていう感じですね。で、今のところコンボもね、最大9259ということで、まぁ、ちょっと特殊能力レベルが低いんでね、今ちょっとコツコツ、まぁ、しばらく入れ替わらんやろうなっていうところ、坂本選手だったりとか、吉田選手だったりとかですね、は、もう特殊能力をね、今随時上げてってる最中です。でね、まぁ、リーグオーダーの方を改めて紹介させていただいたんですけど、覇王をね、ずっとキープされてる方って、実際どのぐらいのスピリッツで、またレベルのコンボの上昇量で、とかね、特殊能力どこまで上げててとかっていうのをね、ちょっとまあもしご存知の方がいれば、まあちょっと教えていただきたいなというふうに思ってますので、まあ僕のねオーダーもまだまだなんで、まあ、ちょっとアドバイスとかいただけたらなというふうに思っております。それでは今回の動画は以上になります。ここまでお聞き合いいただいてありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Thank you.